レトロクソゲー。調査隊。試される第一サイベリア。前回血ヘドを吐きながら、やっとの思いでクリアしたこの供養。実はこのゲームには続編があったのだ。そしてそれがSteamで遊べると、視聴者のみんなからありがたい情報提供があったぜ。今回はその続編を PC で遊んでいこうと思うよ。今回ご紹介するのはこちら。ザトリックスエンターテイメント制作の、サイベリア2、リザレクション。安全保障軍の将軍、ミツアミツインテールの美少女、デブリンとの最終決戦に打ち勝った主人公だ。特に意味もなく宇宙で戦い、特に理由もなく彼は地球へと落下していった。そのまま死んでしまったと思われたが、彼は死んでなどいなかった。墜落直後彼はこのドクター光源によって回収された。そして彼が新たな安全保障軍のトップであり、今作のラスボスでもあるよ。今作は全編英語だったので、会話シーンを切り抜いて YouTube に上げ、自動字幕機能で文字起こししたぜ。リスニングできないとお話を理解するのにも一苦労だよ。まあ英語が分かったところで、意味不明なシナリオだったんだけどな。そしてこの回収から3年後、ザークは冷凍睡眠から目覚めようとしていた。3年にも及ぶ過酷な冷凍は、彼から髪の毛を奪ってしまったぜ。なぜ、誰が彼を眠らせたのか。なぜ今彼を起こしたのか。そしてなぜ彼をハゲさせないといけなかったのか。最後の疑問点以外はこれから分かっていくだろう。水。時間がないの一緒に来て。ここはどこだ？何が起こっている？これは救出ミッションなの。あなたは安全保障軍の冷凍施設で、3年も眠っていた。3年も？山にぶつかったのは覚えているが、そしてあの怒りに満ちた顔。それはドクター・コーベンよ。彼があなたを回収したの。回収しただって？ナノマシンの残骸からバイオウェポンを作り出したの。残骸、サイベリアのことか。俺たちに何があったんだ？武器開発に必要な部分を剥ぎ取って、残りを冷凍保存したの。サイベリアがいなくなったのはわかるが信じられない。あなたが何を言っているのかわからないけれど、この残骸の解毒薬を作れないと何百万人の人が死ぬことになるわ。あなたをここから出すために危険を冒したのだ、トム・リチャード。助けたいのは山々だが、俺は科学のことなんかわからないぞ。あなたの頭脳が必要なんじゃなくて、あなたの血液が必要なのよ。ザークと融合したナノマシンであるセルフユニット。コーベンはそのナノマシンからバイオウェポンを作り出した。それがどのように人体に影響をもたらすのか、どのように使われるのか、もちろんこのゲームで語られることはない。ただ前作とは違って、きちんと目的を教えてくれるよ。解毒剤を作るべくこの施設を脱出する。見つかってしまったのでここで彼女と別れるよ。今作はレールシューティングとアドベンチャーで構成されるぜ。生身で宇宙空間を飛び回っていたザーク。しかしその面影はすでになかった。残骸を回収された残りカスということなんだろうが、こいつは一発で倒されるクソザコナメクジと化しているぜ。ここから8ステージ分、レールシューティングが続いていくよ。今作ではシューティングパートは、すべてレールシューティングに変わっているぜ。昔のゲームだからか 800CPI だと、2センチくらいで端から端までカーソルが動く、かなりのハイ戦士になっているよ。ゲーム内にマウス感度設定はないので、マウスの方で設定しておくのをおすすめするぜ。そしてすでに気づいていると思うけど、映像面で着実な進化が見られるね。いきなりシューティングパートへ移行し、何もできないままやられるという、事故は多発するが、シューティングパートは着実に進化しているぜ。前作のようにクリアに4時間もかかるような、鬼畜難度のステージはなくなっているよ。あれはコントローラー用に調整もせずに、移植したせいなんだろうけどな。操作方法は左クリックで射撃とシンプル。左右のゲージはシールドとレーザーを表している。シールドがなくなったらゲームオーバー。レーザーは発射し続けるとオーバーヒートするぜ。どちらも時間経過で回復するよ。また右下のアイコンは左から、撃墜数、発射弾数、命中率か撃墜率になっていると思われるぜ。ストアにも説明ないからわかんないんだよ。まあ全く見る必要のない数字であることには間違いないぜ。
敵を表すオレンジや黄色のカーソル、これらは前作よりだいぶ見やすくなったよ。ただシールドやレーザー、これらは管理が必要なんだが、ほとんど見ることができないぜ。画面中央に集中しているため、そこまで視界に入らないんだよね。なのでいつの間にかやられていたってのが多発するぜ。ただシューティングに関しては前作から正当進化しており、楽しく遊べるレベルになっているよ。そして追手を巻くために車を乗り捨てたザークたち。追手ごと爆発させてしまうよ。そして突如乱れる視界。彼のサングラスはブレードという、スキャン装置となっている。切れかかった電池を交換すると。視界に男が飛び込んできた。彼はグラハム、通信士官で我々をサポートしてくれるよ。そして彼女は自身を少佐と名乗った。このメスゴリラは一体どこの組織の所属なのか、それはゲーム中に語られない。語られる情報が少なすぎませんかね。ここからは飛行機で進んでいくよ。そしてここでこれからの目的が語られるぜ。コーベンの元へ向かうんだけどその場所がわからないという。2ヶ月前に拠点を移動させたんだが、その情報をリチャードが教えてくれた。彼からのメッセージにアクセスするのに、数分かかる。西半球にたった一つのナノ集積機が、コーベンのラボにはあるそうなんだが、それが何かは説明してくれない。これは解毒剤を作る機械なんだけど、後に判明するよ。意味がわからない単語をねじ込んでくるあたりは、このゲームの様式美だな。こいつがリチャード、数分後に彼のメッセージにアクセスできたよ。コーベンが人間を使って実験をしていること、止めるために解毒剤が必要なことを訴えてくる。しかしここで映像が乱れてしまうよ。どうやらジャミングのせいらしく、ジャマーインベントリーリストというものを手に入れないといけないそう。それを手に入れるために安全保障軍の本拠地に乗り込むことになったよ。また脱出するためにセキュリティコードも手に入れないといけないそうだ。そして本拠地に乗り込むためにグラハムが修理関係の書類を偽造してくれたよ。運のいいことに誰かがぶっ壊してしまったらしい。そしてとても本拠地とは思えないザル警備はすんなりとザークたちを招き入れてくれたよ。そしてここからがアドベンチャーパート。前作とは違って 3D ダンジョンのような移動システムとなっているよ。矢印キーで操作するぜ。またコントロールでジャンプとなっているよ。特定ポイントではこのようなカットシーンになり操作を受け付けなくなるぜ。そしてこの移動システムなんだけど前作より劣化しているよ。まず何よりザークが邪魔。前が見づらいんだよね。前作と変わらず進行可能な場所は限られているのに、それがわかりづらくなったぜ。また一度進むと途中で引き返せないので、無駄な時間が発生するよ。Hey, you, stop! そして警備兵に見つかり、いきなりゲームオーバー。ならばこちらから攻撃してしまおう。そう思って攻撃すると、問答無用でやられてしまうよ。ここではまず画面の右側に寄っておかないといけない。前進中に限り左右でザークの位置を変えられるよ。またここで左に移動しないと、もう一人の警備兵に見つかるぜ。全くのノーヒントでこんなのわかるわけないんだよな。少佐に言われたエレベーターで上がり、さらに奥に進んでいくことになるんだが、ここでも回避不可能な罠が至るところにある。こちらに進むと敵に見つかってゲームオーバー。この階層には外側から見えた破損箇所がある。ここを修理するという名目で、ザークたちは侵入できたんだよね。ここでは窓の方に進んでいくと、投身自殺を図るぜ。再びこのクソゲーに連れ戻されたのがショックだったんだろうね。しかしパズル要素に関しては、かなり改善されていると思うぜ。ここは表示された数を押していく、マジカルナンバーのミニゲームだね。正解するたびに提示される数が増えていき、最終的には6まで増えるぜ。クリア条件がだいぶわかりやすくなっているよ。エレベーターに乗って先に進むと、突如としてザークのハゲ頭が光り出す。これからハッキングを行うんだけど、これが本当の光通信ですね。ってやかましいわ。
ここに来てようやくハッカーの設定が活かされることになるぜ。しかしどうやら失敗したようで、昏睡ガスが放出されるよ。突然シューティングが始まるので、対応できずにやられてしまうぜ。一言セリフを入れてくれれば、ゲームの切り替わりがわかりやすいんだけどね。このシューティングをクリアすると、本部のパソコンにアクセスできるようになる。ここで必要なのはジャマーインベントリーと、セキュリティコードの情報。ここではアクセスしたい情報を、矢印キーで閲覧することができる。結局はここもマップの一つ。ワークポイントでどんどん飛んでいくイメージだな。そしてここに置いてある情報なんだけど、ほとんどがどうでもいい情報となっているよ。現在の情報は本部の防衛設備の説明。このゲームの敵役である安全保障軍。肝心のこの組織の説明は、このパソコンどころかゲーム中にすらないよ。前作の説明書にペンタゴンとあるので、一応はアメリカの組織なんだろうが、国家が関わってくることは一切ない。根幹となる用語の説明はふんわり、もしくは全くされないんだけど、このどうでもいい戦闘機の説明は、こと細かにされるよ。ここでは防衛兵器の情報にアクセスし、セキュリティコードを入手する必要がある。ここにアクセスするとグラハムが何やら言ってくるが、会話が被っているため聞き取れない。まあセキュリティコードを入手したって教えてくれているんだろう。もう一つはそのままインベントリーという名前のファイル。こちらにアクセスすることで、ジャミングを回避できるようになったんだろうが、よくわからない専門用語で煙に巻かれるぜ。しかしこれにて必要な情報はすべて手に入ったよ。あとは脱出するだけだな。ここから脱出するんだけど、もし情報を取りこぼしていたら。全部情報が手に入ったの？いや、全部じゃない。見つけられなかった。どういう意味？戻って情報を。このような会話があり即座にゲームオーバーだよ。全部情報が手に入ったの？グラハムが全部手に入ったと言っていた。さあここを吹っ飛ばそう。ということでここから脱出のためのシューティングが始まるぜ。ちょっと心配になる首のねじれ具合だけれども。シューティング自体は楽しくプレイできるよ。前作はシューティングが供養でしかなかったので、アドベンチャーパートが供養でしかない。今作とは全く逆になってしまったな。このゲームの用心であるシューティングパートにも、おならで悪臭をつけ足すことを忘れない。匂いに耐えかねて屋上まで避難すると、そこには少佐が待ち構えていた。戦闘機でビルを攻撃するがあったし。何やらグラハムがセキュリティコードで、悪さをしてくれているようなんだが、射撃音で会話が聞き取れないんだぜ。おそらく自爆装置でも起動しているんだろう。こうして安全保障軍の本拠地は、壊滅しましたとさ。めでたしめでたし。いいニュースがあるよ。そうだといいけど。ジャマーはリサーチ前にから来ていた。自動操縦に画像を送るよ。9時間で到着予定だ。長いフライトになる。ちょっと眠ってもいいわ。マジで疲れたよ。あなたは本当によくやってくれた。謝るわ、あなたに強く当たりすぎた。悪く思わないで。そういう風に育ってきたの。ねえ、これが終わったらケラナビールをおごるわ。どう思う、キングストン？バカ。この会話で分かったのは、ザークの名字がキングストンだってこと、そして最後の目的地がリサーチマインだってこと。驚くことに物語はここから終盤に突入するよ。そしてこのステージ。これはただの悪夢だったようだ。少佐から目的地まで20分だと告げられる。果たしてどうやって侵入するのか。あれが例のトラックだな。そうね、聞いてキングストン。私はあの積み荷を追跡しないといけない。あなたはドクターリチャードを探して解毒剤を作り始めて。しっかりと捕まって。そうか、うまくいくはずない。可能な限り近づくわ。
飛んで。できると分かっていたわ。ということで、トラックの上に乗って潜入することになったよ。こんなの気づかれないはずがないだろ。先ほどのパソコンで、散々無人機の説明がされていたので、おそらくこれもそうなんだと思っていたんだけど。普通に警備員とドライバーが会話しているんだよね。数百万人殺せる兵器を保有している組織にしては、いろいろと雑すぎませんかね。そのままエレベーターで進んでいくよ。ここから先は即死ポイントのオンパレードだぜ。ただのカットシーンかと思っていたんだけど。普通にフォークリフトに挟まれて死ぬよ。何もしないと圧死、左を押すと射殺、動くのが早すぎても射殺と、初見ではクリアできない理不尽さだぜ。ここではこのタイミングで右を押さないといけない。そうするとようやく先に進めるぜ。クレーンがエンストしたみたいで、ドライバーたちはメカニックを探しに行くよ。この音がヒント。自由に進めるようになったので、まずはまっすぐ進んでいくよ。するとドアが開き、射殺されてしまうぜ。ここではノーヒントで身を隠さないと、敵に見つかるようになっているよ。せめてヒントくらい出せなかったんですかね。ちなみに今の会話は物資不足で、修理もままならないとぼやいている内容。次の地点では声が聞こえてきて、隠れるように促してくれるのにな。そして身を隠し再びのヒント。ここでは先ほどの音をヒントに、暗証番号を解いていかないといけない。プッシュ本かな？もちろん間違えると、毒ガスで殺処分されてしまうぜ。これ自分のおならじゃないよね？正解は3108。ドアが開いてもノイズが鳴るだけ。すごいわかりづらいが、死ななかったから大丈夫と思う。ここから左右に分岐しているよ。まずは右側の光弁の部屋に向かおう。ここではパズルを解いていかないといけない。前作のパズルとは違って、どこを押せばどうなるか、だいぶわかりやすくなっているぜ。ただクリア条件が提示されないので、どうなったらいいのかわからないんだよね。結局はこれも死にながら覚えるしかないぜ。クリア条件は左にエネルギーを通すこと。逆に右に通してしまうとガスが出てくるようだ。それでは先に進むとしよう。ここには光弁のパソコンがある。それにアクセスするには暗証番号を入力しないといけない。奇妙な並びだな。今のグラスの並びが答えだぜ。きちんとヒントが用意してあるという時点で、このゲームでは素晴らしい謎解きとなっているよ。そしてたくさんボタンが並んでいるが、正解以外を押すと落とし穴に落ちてしまうぜ。そして落ちた先には緑色の斑点が。前作のナイネートのようだが、これが光弁の開発したバイオウェポンなんだろうか。なぜこれを開発したのか、これがバイオウェポンなのか、もしそうならどうして解毒剤として、ザークの血液が必要なのか、肝心なところは一切語られないよ。それでは戻ってパソコンにアクセスしてみよう。黄色、緑、青の順で選択すれば OK。再び頭が輝き出し、パソコンにアクセスできるぜ。まあブレードが光っているんだろうけどね。しかしここではアクセスできない。必要な正門認証をクリアできなかったよ。まずは光弁の声を入手しないとな。かわいこちゃん。待てこれは少佐じゃないか。なぜ光弁の机に少佐の写真が。何やらドラマの香りがするが、これについてはある意味驚くことになるぜ。今はこれ以上ここにいても意味がないので、左の分岐へと進むことにするよ。そこには緑色のゲロが。そしてその中に何やら人影が。おい、グラハムこれが見えるか？
そう、奴らがリチャードを少佐に報告するよ。あんたは解毒剤を作る方法を探してくれ。しばらくオフラインになる。後で連絡する。これはなんだ？それはエンジニアリングコントローラーだ。持っていて、それでパイプの修理ができる。内通者のリチャードはすでに処分されていた。解毒剤を作る手引きをしてもらうはずだったのに、ここからはザークだけで作らないといけない。その方法を調べるためにも先に進まないといけないのだが、このゲロに触れると一発アウト。そのため近くのパソコンにアクセスし、パイプの損傷箇所を修復しておくよ。これは自動なのでただアクセスするだけでいい。修復が完了すると、ゲロが掃除されているんだが、リチャードの周りにはまだ残っている。そのまま進むとアウトだよ。避けて進めるだけのスペースはあったんだが、このルートでしか先に進めないぜ。ではどうやって進むか。このゲームも終盤となって、初めてジャンプが活躍するぜ。わざわざ飛ぶ必要がないのと、長らく出てこなかったので存在を忘れていたよ。おそらく水たまりを見ると飛び越したくなる小学生の心理が働いているのだろう。ここからは3箇所に進める。ここが解毒剤を作れるラボ。暗証番号もわからないので、まずはそれを調べていこう。そしてここが目的のパソコン。ここにはこのゲームのクリアに必要なほとんど全ての情報が詰め込まれているよ。コーベンの音声、ラボの暗証番号、解毒剤の作り方、緑半ペンの情報などなど、まるでバイキングのようにあらゆるものがここにあるぜ。しかし取り皿が一つだけしか用意されていないので、味が混ざってしまって、何が重要なのかわからなくなっているよ。前作だともっとヒントを小分けにしてくれていたんだが、アドベンチャーパートが劣化してしまっているぜ。将軍様の馬鹿げた要求にはうんざりだ。私が誰かわかっているのか？私こそがドクター・ジョン・コーベンだぞ。そして今から期限を決める。要求に応えるのだ。これがコーベンの音声。将軍と揉めていたことはわかるが、具体的な目的も何も説明されないぜ。とうとうこの時が来た。私は偉大な科学者として記憶されるだろう。私の人生をかけた研究がとうとう結実した。私は全ての生物の支配者だ。運命は私にひれ伏した。なんだこの尊大なバカは。死は私の家来だ。このような何も具体性のない達成感に浸っているのがラスボスだよ。そしてもう一つ重要なのは、解毒剤の作り方とラボへの暗証番号。ザークの血液から赤血球と白血球を取り除き、緑のナノセルを残すように指示がある。またアクセスコードが2457だと教えてもらえる。しかしこのパスワードは無効。どうも誰かが変更したようだ。そこでなぜか指紋をスキャンし、怪しげなものをピックアップしたよ。そして拡大図をゲットし、これで一旦調査は終了。コーベンのパソコンにアクセスしに戻るよ。そしてパソコンにアクセスしようとすると、何の前触れもなしに敵に見つかってしまうぜ。ここでは座った後に後ろを向かないとゲームオーバーになってしまうよ。重要な情報はよこさないくせに、嫌がらせを忘れないのはさすがですね。後ろを向いているとコーベンと間違えて去っていくよ。ほとんどの情報はさっきのパソコンと一緒なんだが、ここでは特殊なメッセージが見られる。長いこと話していないわね。けどあなたと話したいと思っているわ。こんな風にではなく直接会ってね。すぐにあなたを訪ねられるわ。連絡方法は知っているわよね。少佐とコーベンのつながりがより鮮明になったね。他の情報としては自爆装置を起動できる。制限時間内に周りのプロテクトを剥がすと自爆装置が作動するよ。ま、今起動してもエレベーターの下で兵士に見つかってゲームオーバーになるだけなんだがな。もし制限時間内に起動できないと爆発するようになっているよ。これ自爆装置の意味なくない？ここでは指紋から暗証番号を割り出すのが目的。32個の指紋から目視で確認していかないといけないので、めちゃくちゃ面倒くさいぜ。
正解はこの6307。これでようやくラボに進むことができるぜ。英語がわからなかったので結構時間がかかったよ。それに理不尽要素によるやり直しのせいでな。それでは採血のお時間です。しかし虚弱体質のザーク君は、貧血で深い眠りにつきましたとさ。そしてここから意味のわからない悪夢を見るよ。ゲームプレイに緩急をつけるためのシューティング要素のねじ込みだな。そしてグラハムの通信で目を覚ます。1時間も気を失っていたそうだ。さっさと解毒剤を作れとおかん無理だよ。先ほどのヒント通りに緑を残していくと、カーソルの数字が増えていく。これが一定以上だとクリアみたい。成功するまで何度もやり直させられるぜ。そして今度はこの解毒剤を少佐に届けないといけない。彼女はこの先の洞窟にある、ジェットチューブで侵入を試みるようだ。ラボのさらに奥に目的地はあるんだけど、ここでも即死は名が大活躍。通路の左を歩いていると謎の感電死。まっすぐ進んでいると落とし穴。せめてヒントくらいはもらえませんかね。この落とし穴を回避するには、入ってすぐ右にあるスイッチを切らないといけない。これを見つけるのに何度も死にまくったぜ。電気を落とすと赤外線が見えるようになり、これをかわしながら進んでいくよ。そして抜けた先が目的地。ここは先ほどのゲロの排気場となっている。もちろん進めば落ちるぜ。それでは少佐に解毒剤を渡そう。二度と出られないかと思ったわ。解毒剤は持っている？ここにある、聞くといいか。うまくいくわ。私はティラナに向かう途中、この銃を持って行って、必要になるわ。待て、俺もついていく。あなたはとどまってここを吹き飛ばして。俺ごと一緒にってか、ごめんだね。ここを一掃する唯一のチャンスなの。あのサイコ野郎コーデンと知り合いだって言わなかったよな。奴のために働いているのか。もちろん違うわ、彼を止めるためよ。それは長い話で時間がないわ。あなたのために戻ってくる。どの道私を信じるしかないわ。私が嘘をついていると思うならどうぞ起きなさい。どうせみんな死ぬわ。わかった、やるしかなさそうだ。ハンガーで合流するわ、気をつけて。少佐は少し怪しいけど、ここでは彼女を信じるほかない。それよりも信じられないのは、この唐突なシューティングの開始だぜ。ここはあらかじめカーソルを敵に合わせていないと間に合わないよ。ここではコーベンがこちらに語りかけてくる。しかし何を言っているのか、YouTube の AI も聞き取れない。人類の救済だとか、新秩序がどうとか言っているが、すべてがふんわりしていて、語れば語るほどこのお話の薄っぺらさが際立つぜ。そしてコーベンのパソコンへ戻り、自爆装置を起動。ここから脱出するために地下に向かうぜ。緑の反転のいた通路を進んでいくよ。先ほどは即死だったのに、なぜか今は進めるようになっている。ゲーム的な都合だね。ただ他の即死ポイントが用意されているぜ。壁に黄色い突起があるのがわかるかな？あれに近寄らないように避けていかないといけないぜ。またそこらにゲロも落ちている。他には開いたと思ったら、急に閉まり出す欠陥品のドアとか。極めつけは近づくと自然発火する通路。ここは射撃を控えても炎が迫ってくるぜ。しかしそこを突破しないといけない。そのためここまでやってきたんだが、どうすればいいのかわかるかな。それよりザークが邪魔すぎる。位置を変えようとしたら方向転換してしまうので、ここでもイラッとさせてくれるぜ。そして正解はここ。この配電盤を攻撃すれば先に進めるぜ。わかるかこんなもん。これで先に進めるようになったぜ。ここでは同じように。配電盤を破壊するよ。
すると壊れていた扉が正常に動作するようになったので、ようやく脱出することができるぜ。しかしこの地下を抜けた先は、少佐に解毒剤を渡した地点だった。普通に脱出すればよかったのに、お話を引き伸ばすため、わざわざ遠回りした感じだな。パズルを解いて橋を架けると、どこからともなく敵が現れて銃撃戦へ。自爆装置を起動した後、光弁の部屋から出ると敵に囲まれてゲームオーバーなんだが、結局銃撃戦をするんなら、地下を通る意味がなかったな。そして光弁なんだけど、もはや話すこともなくなったのか、ずっと高笑いをしているだけとなるよ。こんなに薄っぺらいラスボスはなかなかいないぜ。バカ笑いに耐えると、光弁との決闘へ。お前の苦しみをあと5分引き伸ばしてやろう。自分が何をしたのか分かっているのか。お前は世界を平凡なものにしてしまった。ここから出ていけると思うなよ。バカな真似はよせ、光弁。どちらも出ていけず灰になるぞ。いや、お前だけだ。武器を捨てなさい。ノベール、お前はいつも私を失望させる。捨てなさい。引き入れないだろうか。お前を教育してやらねばな。次はお前だ。ゲームオーバーだ。カットシーンだと思って油断しているとやられるぜ。ここでは少佐に気を取られている隙に、上を入力して悪質タックルを試みるよ。光弁はそのまま落下。何の盛り上がりも見せないまま、この事件の首謀者は退場していくよ。思えばこれが初対面なんだよな。回収された時にあってはいるけどね。そして最後のシューティングが始まる。ここはこれまでで最難関だけど、歯応えがあるって感じで、常識の範囲内の難度だよ。敵の出現箇所を覚える必要はあるが、数時間もやり直させられることはないぜ。そして外に出ると周囲にはバリアが張ってある。まあ問題なく解除してあとは逃げるだけ。ここまでだいたい6時間くらいか。英語が分かっていなかったので、思った以上に時間がかかってしまったぜ。謎解きが分かっている状態だと、1時間ちょっとのボリュームのゲームだよ。そしてこのゲームのほとんどの時間を、アドベンチャーパートで費やしたぜ。アドベンチャーパートではほとんど音楽が流れないので、BGM が全く印象に残っていないよ。こうして聞いてみたら決して悪くないぜ。ただ聞く時間が圧倒的に短いだけだね。そして脱出も成功。ここからエピローグが始まるぜ。加熱しているわ。しっかりと捕まって。気をつけろ。父親だったのか？ええ、長い話なの。時間ならあるさ。ビールでもどうだ、少佐。ノベールと呼んで。そして二人は幸せなキスをして終了。父親との確執を説明しないんかい。最後まで引っ張っておきながら、何も語らないんだったら、親子設定って必要でしたかね。そしてここから戦犯リストが流れて終了。しかしこのゲームは最後まで隙がない。Very cool. 最後の最後に、ベリークールと、自画自賛の言葉を述べて、ゲームは強制終了されるよ。それでは総評に移るとしようか。それでは総評やっていくよ。このゲームにお話って必要でした？進化したグラフィック、改良されたシューティング。シューティングパートは前作から大幅にパワーアップされていたよ。目的の提示、パズルの難易度調整、進化した面がある一方で、アドベンチャーパートは全体的に劣化したと言わざるを得ないぜ。ザークが邪魔な移動システム。配電盤のようなヒントのない謎解き。同じところを何度も行き来させられる狭いマップ。
前作では理不尽な死が多かったが、ユニークな死に方が多かったので、ある意味それも楽しめていた。今作はそれが大幅に減っていたので、純粋につまらないお話を見せられていると感じてしまったよ。シューティングが進化した分、アドベンチャーパートが悪化した感じだな。全体としては進化したんだけど、ゲームとしての魅力は減ってしまった、出がらしのようなゲームだったね。ということで、プレイするならば PS 版の1をおすすめするぜ。まああれをやるくらいなら、バイオハザードプレイした方が有意義だけどね。それでは今回はここまで。